はい、ここで、インタビュー、日本語は発音領域が狭いと言われている。多分そうでしょう。それから、例えば学習塾、ある大学の先生が言ってました、言っておられました。何かというと、韓国の学習塾は普通5回あると。週に5回5回も。日本では週2回でさえも嫌がる。なんで週1回がいいと。5回でも。その韓国の先生、うちは貧しかったけどちゃんと行ったわよと。なぜかというと、頭良くするために行くんでしょ。週に1回や2回だったら足らんでしょ。だから週5回行くの。それから中国人の友達は言ってたと、韓国で週に5回やるとしたら、中国でだったら、週7回やる、語学の練習は。それくらいせんと身につかない、そんなもんですか。それはですね、もうその通りですね。今日本はですね、経済的に、豊かですからですね、別に、ゆっくりやればいいよという感じですけれどもね、韓国、中国、特に中国なんかはですね、早く上手になりたい、韓国も早く上手になりたいと、こういうですね、意欲というのがね、大変強いわけです。そこで10年、15年前の話ですけれども、その時も日本では1週間に1回、これは普通でしたが、韓国では3回、中国はもう6回という、中国人が15年、20年ぐらい前はですね、一番一生懸命やったのが中国人だと思います。だんだん中国も豊かになってくると、そうではなくなる可能性がありますけれどもね。日本の場合は、もう成長したと、もうゆっくりでいいやんという、そういうふうな、甘えの構造がですね、ありますのでね、だからゆっくりやる。ところが、韓国はですね、やっぱし習い事の場合は早くやりたいと、パリパリ、ね、早さを求める場合は、やはり1週間に最低3回やらなあかんと思いますね、3回やって、家でもやると。だから語学を一番上手に今なってるのはどこの国かといえば、やはり中国人が一番早いと思います。なぜならば毎日やりますから。その次は韓国ですよ。韓国は3回4回、日本の人はだいたい1回2回ですから、速度においては日本は負けていますね。そして同時に日本語というのは音が狭いですから、韓国語を英語を発音するときには非常に不利です。なぜならば書けませんから、日本語の文字で。ところが韓国語の発音というのは音の領域が広いですから、世界中の言葉、どんな言葉でも基本的に書けますね。ただ弱点は通とかガキグゲ語の濁音というのがちょっと今のところありませんが、これはもともとあったものですが、なくなってきたんですけれども、これはちょっと韓国弱点ですけど、それ以外はですね、インドネシアの言葉であろうが、フランス語であろうがですね、ポルトガル語であろうが、基本的にハングルで書こうと思えば書けますね。日本語はもう全然書けない。そこで発音が大変、韓国語の発音が難しいということになるわけ。だから練習ですね、4次元、もう練習と反復、練習反復というのを徹底的に繰り返すことが上達の秘訣になると思います。はい、ありがとうございました。耳が痛い。